カリ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 爪とぎやっ、ハロー、ミさんこんにちはビアビンですはい今日はこちらエッジジャットサウンドのウエストドラムですこちらをレビューしていきたいと思いますではひもじお願いしますカリカリはい カ,ーリーカリ,ーカ,ーリーカリカリえーねちょ,っとちょうど今うちのこの部屋の前をカリカリ外壁やってますんでたまにカリカリカリって音が入ったらその音ですはいえー、ね、あれうなぎさん来たんですか 3, <え>3本目にして来たんだよねいらっしゃい映ってないと思うけどよいしょえっちぜつサウンドウエストドラムえー、こちら 高分子複合振動板。なんと、ちっちゃい6ミリダイナミックドライバー。で、304ステンレス製ハウジングで0.78ミリの2ピンでリケーブル可能で、えー、これね、ちっちゃくて可愛いんですけど、とってもイヤピンのがでかいっていう。ね。ちっちゃくて可愛いんですけど、え漢、ー、民族の、ね、中国のね、伝統的な打楽器をモチーフにしたイヤホンで。へ<ー>で後ろを見ると、 思いっきり編み編みになって、セミオープン型です。なるほどね。セミオープン型。こっちが右ですね。これつけていた、ね。うん。右左分かりにくいんだよね、これね。確かに。これ判断しづらいわ。えー、こちらちょっとね。ブラックフライデー前になんかアマゾンを。ブラックフライデー始まると、あのね、混むじゃないですか。配達っていうか倉庫も配送も。突然ね、配送の期限が今まで翌日届いたのがね、3日後とかになってね。うん めんどくさいんで、えー、見てたら、これが気になったんで、買ってみました。<laughs> はい、ブラックフライデーマイ。ブラックフライデーマイです。で、キリス XO で、3.5ミリシングルエンドで聴いていきます。はい。えー、さあ、このちっちゃい可愛いのはどんな音なんでしょうかね。下がっとこえー、ブラック、アップルミュージック、アップル AC ファイルで聴いていきます。 えー、ブラックピンクさんで、ラブシック i r ル s うーん。出あ、綺麗。聞きやすい。はい。平井大さんで、スタンバイミー、スタンバイユー。うーん。 ナチュラルサウンドだね。はい。ええー、ワニマさんで共に。ああ、バンド迫力ある。意外。なんか、二曲、二曲の時はしっとり系だったけど、意外と迫曲迫力だって <laughs>、迫力があって。はい。EDM ノートでダンスミュージック。 うん。あしっかり、庭園も聞こえるし。でも、中高域もはっきり聞こえて。あいいね。はい。菅田正輝さ,さんで間違い探し。うんうん。余韻も感じる。はい。 ホワイトスネークさんでステロブ・ザ・ナイト。うん。おー、迫力あんね。ハードロックもギターの音がめっちゃ綺麗。はい。サマーウォーカーさんでカルマ。うーん。こういう曲もやっぱ合うね。はい。アニタ・ベイカーさんでユーブリングミジョイ うんうん,なんか無難にいいって感じかもなんかもう一口でなんかちょっとこうポンとあればよかったかなはいえー、コールドプレビーティスティマイユニバースおーいいね厚みもあってはいはい感想どうぞ こう、なんだこれもまたなんかね、あんま癖がないんだけど、でもなんか中高域もちゃんとはっきり聞こえて、低音もなんかでもドスンと感じに聞こえるのももってよかったし、うん、って感じ、癒しサウンドだね。なんか、今回の撮影、癒しサウンド多いね。うん、偶然だけどね。うん、何にも、だって主張せずに買ってるからね、うん。今回はね、癒し系が多いなっていうね、撮影ですね。癒らし系 なんで、なんか、夜とかに聞くのにぴったりかなっていう印象です。うん、昼に聞くと、なんか物足りない感じは出るかもね。で無難に、あ、なんか、出てるから、ロトが、すごい、うん、あのー、新しいの欲しいんだよね、とか、どんなかなんかイヤホンわかんないんだよね、っていう、ステ、うん、ロトナミさん、イヤホンナミさん、うん、いいと思う。値段次第では。うん、はい。はい。というわけで、じゃあ僕のターンです。 えー、音質言ってきます。えハイ広域はクリアで明瞭な広域で刺さることはありません。で、ナチュラルな広域で解像度も十分で気持ちよく聞ける広域になっております。で、ミッド中域はもうボーカルが前に出てきてオケが後ろに下がる感じの中域でオケとボーカルの分離はいいです。で、定位はそこまでは良くないです。で、ロー低域は必要十分な低域でもうレスポンスが良くて スピード感もあって、キレとアタック感もある低義になっておりました。で、音場音場はもう腹、腹鳴りまくってますけど。<laughs> え、そして腹鳴らしながらくしゃみしてますけど。<laughs> なんね、お腹じゃないの。そうなの。喉なの。喉なのあら。で、音場音場は左右に広く上下は普通です。で、空間は中域をメインに横に伸びて抜けていく空間となっております。 で、まあ弱ドンシャリ系のサウンドでバランスはいいです。で、6ミリっていうちっちゃなドライバーとは思えない迫力あるサウンドは出してくれます。うん、で、重低音も出してしまうので EDM とかクラブ系サウンドも鳴らしてしまいます。うん、で、まあ言ってみるともう万能選手って言ったイヤホンで、うんうん、まあとりあえず何でも聞くならいいんじゃないかと。うんうん で、派手な、あの、音じゃなくて、みやびも言ってましたけど、癒し系サウンドなので、聞き疲れのしない。まあ、オールジャンル。うん、まあ、選ばず、疲れず、聞くにはいいんじゃないかなっていう感じの音でございます。なので、ハードロックとかメタルも十分に楽しめるバランスはしてました。で、まあ、小さなボディで、まあ、ステンレスハウジング、半開放型っていうのもあって、まあ、 チューニングがだいぶいいんだと思うんですが、6ミリの小さなドライバーでも十分な音を出してたので、そこはびっくりしました。ほんとこれちっちゃいんですよ。うん、これが普通のイヤピ、みやびが今したイヤピなんで、イヤピと比べるともう、こんな、これは僕の人差し指です。<う>こんなちっちゃい、ね、うん、のやつなんですけど、ちゃんと音出すんでびっくりしました。 で、まぁ、あ、R&B やバラードも模様インツヤがあって、まあオンバ音上が思った以上に広いので、十分に楽しめました。で、まあ、まとめていくと、まあ小さくてコンパクトなイヤホンを探してて、で、質感もこれステンレスなんで、プラスチックとかじゃないので、で、リケーブルもできて、で、まあそれでこれケーブルの取り回しもいいんですよ。からあんまり絡まず。で、気軽に、 オールジャンル、楽しみたい人にはおすすめかなと。うん、ただ、いつも通り、感触系、中高域カリカリ系、その辺が好きな方にはおすすめできません。まあでもね、最近日本ぐらいね、なお、グランチャンおすすめイヤホンがあったんでね。うんうん、まあ、逆にいいんじゃないかな。うん、うちがそっち系扱うの珍しいんでね。まあ、で、えー、 みやびちゃんがね、初心者におススめできるのか価格次第って言ってたんで、うん、価格が気になってますね。うん、はい。価格いってきます。はい。ちょっとブラックフライデー中はわかりません。ブラックフライデー、前日の価格言います。前えー、っと、エッジデッツサウンド、ウエストドラム、アマゾンで、4899円なんですが、ブラックフライデー前なのに20%オフクーポンがついておりまして、えーえー、3919円で買ってます。 三千台です。いいじゃん。はい。宮やの評価がこれで決まりますね <laughs> 3 0三千円台というのは貴重なんですね、結構。三千円と五千円でね、分かれるから、全然,全然変わるからね。うん、なので、ブラックフライデーワンチャンまだ下がってるのかわかんないですけど、うん、見てないんだよ、俺。サッカー見てたんで。<laughs> いや、昨日あれだよ、お前。栗ンクリ,ンク,リクリスチャードロナウドが、世界初の歴史的得点を決めてるから。 5大会連続得点っていう、ね。<ー>ええもうか、サッカーの神様、ペレとかも抜いて、5大会連続点取って。へすごいね。でも、大荒れの試合になったんだけど、ポルトガル勝ったんで、うん、今、グループステージ1位にいるんで。まあ、そんな話はいいんですけど、<ー>サッカーの話だと止まんなくなるね。でも、毎晩ね、モールさんとね、ドラダンさんとね、俺3人がね、 サブ OC でね、ずーっとサッカー始まったら、ずーっとサッカー語ってん。<laughs> 他のみんなかわいそう。<laughs> いや、サブはそれでいいのんだよ、サブ。サブだから。かかメインじゃないですから。うん、あ、でもニキティス、メインの OC の名前、サッカー観戦とか変えたから。<ー>日本戦の時に。<laughs> うん、まあ、中んないいんですけど、えー、もう一回確認言います。エ s ジェスサウンドウエストドラム、3919円です。みやびさんは、買いますか、買えませんか 買いまーすいや、最近出た。うん。最近買いませんが続いてましたけど。そうだね。これは買うでしょう。私、やっぱおすすめできると思う。うん、だよね。うん。これは本当にいいと思う。これはいいっすね。うん。なんかちょうどね、私の知り合いの先輩の娘さんが、遠いんだけど、娘さんがイヤホンしかも優先イヤホンが欲しいみたいな。じゃあこれあげてこい。感じらしくて。うん、あげてこい。でもなんか、みやびおすすめないのみたいな言われて、あ、なんか、 どういう系なのか聞いといてくださいっつって。うん、ま、あ返事ないんだけど今。ぐん、ぐんまちゃんでいいんじゃないですか。OK。<laughs> ぐんまちゃんが一番いいと思う。いや、その子さ、中学3年生かな<あ>美人さんなのよもう。美人さんならこういうおしゃれなやつがいいんだよ。そうで、なんかアメリカ系のなんかファッションが好きなのね。うん、そういうストリート系な。絶対似合うと思う。うん、で、値段的にも手出しやすいと思うし。じゃね。 持って帰ってキープしとけってめえうちでキープしとけとえあじゃ私あ会ってないから最近あ,あ,、うん、あれだけどまあラインとかよくするんだけど、うん、だそうでございますよねはいなのでやっぱねこれ若い子にはねおすすめしやすいなっていう感じですねでは今度ついに小持ちに手出したんですね小持ちに手出したっていうこと何でもないエッジドサウンドひもじエッジサウンドウエストドラムこちら売りますか売りませんか売りまーせ、うんまあ約四千円まあ三千台ですけど という価格で6ミリのちっちゃな昇降系ドライバーで、ここまでの音出んだなーっていう驚きがあったんで、まあこれは1本持ってていいんじゃないかなっていう。うん、こんなちっちゃいし、まあ持ち歩き楽だし、うん、リケーブルできるし、うん、こんなちっちゃいのに。うんうん、まあ面白いだなと思って、これはちょっと3000円台イヤホンの中の1本に入れといていいんじゃないかなっていう感じでございました。はい。というわけで気になる方は、 チェックしてみてみちょっとこのね動画がブラックフライデー中に公開されてるかどうかわかんないですけど <laughs> されてると多分思うのでわ、うんうん、かんないね未来の俺に聞いてみないとね気分で順番入れ替えるからね俺ね <laughs>、えー、というわけで、えー、私はドランシシュッシュッシュッシ いやこれ本当にね、若い子からね、もうなんか年齢関係なく全然使えそうだなと思ったから、ぜひ皆さんもね、ちょっとチェックしてみてもいいんじゃないかなと思います。そんな感じで終わります。今日もありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャ <laughs> ンネル登録お願いします。じゃあねー。<laughs>